はい、ブレスのチャンネルです。こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。いつもと逆です。逆です。今日は私が運転です。はい、ということで多分ですがサプライズなんだなとなんとなく、もう先に誕生日プレゼントをいただきましたと名刺で、ありがとうございます。どういたしまして、いろいろ探しまくりました。およそ400m 先、中宿を左方向です。本当はお誕生日に渡そうと思っていたんだけれど、うん、あのその日平日だし、うん、で来週にしようと思ってたんだけれど、うん、来週竹谷さん同窓会あるので、はい、予定が合わなくて、でちょっとかなり早めにお渡ししてしまいました。でもこの動画上がるのは、うん、私の還暦誕生日の、うん、3日前とか、うん、そのぐらいになります。そうなんだ。はい、いやどこに行くんでしょうね。楽しみです。今日もやってるということがお電話して確認したら分かったので、うん、お願いしました。おお、うん、行きたかったお店だったの、うん、で行きたいなと思ってたけど基本月曜休みのお店らしくて、うん、おお、不定休なんだけどね。自転車なのでね、うん、いやここのお店行ってみたいけどなかなか行けないんだなと思っていたらやってますと、ぜひお願いしたいですと頼みました。ということでそこご飯食べ行きます。予約してね、うん、ありがとうございます。還暦だけですね。還暦バースデーだから赤着なきゃいけないな、うん、今ねなかなか赤ねプレゼントも赤全然関係ないでしょ、うん、赤もいいかなと思って探したんだけどなかなかこれだっていうのに巡り合えなかったので。お、今日のお店もですね、はい、どうせバレちゃうから言っちゃうけれど、うん、あの前々から気になってて、はい、ずっと行きたかったの。へえ。でこれ竹谷さんの還暦ってのは分かってるからね、うん、でその時に伺えればいいなと思って、うん、あのただ月曜が基本お休みでなってたから、うん、なかなか難しいなと思ってたのね、うん、そうしました。道なりです。いつか連休の時もあるけど今回はちょっと今日はリナお休みなのかな。なんちゅう、あの本当はね夜行きたかったんだけれど、うん、あの夜のコースもすごい魅力的で、だけど、まあ、夜はまーちゃんがね出らんないからということで、あの、まあ、プレゼントプラスお食事と、はい、送迎もするという、ことでございます。いいお店さんだと思うんだ。おお、楽しみですね。だから今日服の指定もしたでしょ。服の指定、それ着てくれって、うん、いい服ありましたもんね、うん、あとなんだっけ靴も、靴もね靴も急遽いいのがあったというで買いましたまあ還暦ですからよろしいんじゃないでしょうか。はい、ここまであの入院もせずお気病気にもならずね、うん、取れたということは丈夫なのかなんか分かんないけど、まあ、でもねやっぱ気をつけないとね、もうね、うん、まあ今まで入院で一回もしたことないからね。ねえ、子供の頃入院一回したのとね、お店持ってから2回入院してるからね私ね。ああ、お客さんも
気をつけて頑張って行きましょう。はい、一番おこっちぶつかる。ごめん。一番嬉しかったのあれでしょ、手紙でしょ。うん、そうそうですよ。まあマークを代筆しましたし。マークの方が年上だけどね。そう、まーちゃんも人間で言うと80歳だからね。ああ、今日お天気良くてよかったね。ねえ、天気回復して。ねえ、昨日すごかったもん、ね、昨日雨すごかった。じゃあ楽しみに行ってきます。行ってきます。しました。あ、もうお席が一番奥で取ってあるんだって。こっちの方がね、取りやすいんだけど。ありがとうございます。ザスパークリングワイン、私は運転がありますから。逆光になっちゃった滝谷さん、ごめん。滝谷さん、逆光。逆が良かったか。美味しい？ごめん、滝谷さんが真っ暗。顔が逆光になっちゃって。行ったことあるとこかなと思ってた？うん。多分 YouTube で撮って、あそこがいいかなと思って決めたのかなとか、自分で選んでたのかな、そうだよ。すごい雰囲気いい。雰囲気でしょ。ものすごい勢いで探したもん、行ったことがないから。美味しいですか、スパークリングワイン。頼めばいいよ、またいくらでもどうぞ。今日はちゃんと運転しますから。編集できない。ゆっくりしてください、お祝いですから。頼みます。多分夕ご飯入んないパターンだけど。じゃあスパークリングワイン持ってください。
しい。せっかくですから。あ、邪魔しないんだね。うん、美味しい。あ、珍しいよね、サーモン食べないのに。うん、美味しいでしょ。こういうちょこちょことかだったらね。うん、それで前菜も頼みたかったのね。うん、あ、美味しいでしょ。トマトとバジルのブルケ、ブルスケッタ、おしゃれな。うん、うん、おー、こぼれた。うま、うま、よかったです。うん、早いな、この。え、ごめん、よしよし、食べた。ごめんごめん。それ食ってみて、バケット。うん、食べれそう。うん、だってまずスパゲッティとメイン来てないです、うん、パスタとメインがこの後来て、あとデザートも来ます。かわいいな、うん、ノンアルコールのベリーソーダですって。ノンアルコール飲んでみて。ミントが入ってて爽やかで美味しい。かわいい、美味しい。すごいさ、あ、甘酸っぱくて美味しい。はい、おかわりは生ビール。体の感じがすごい。クリーミーで美味しい。最初の泡の口当たりがすごい。うん、よかったです、気に入っていただけまして。おすすめの白トリュフ香る牡蠣とキノコのクリームソース。これがそうでしょ。これがそう。その香りがいい香り。カキ大きい、びっくり。うん、うん、海の牛乳。いや、美味しい。すごく美味しい。今日のおすすめだったので、おしゃれだ。あ、これは熱い。
美味しい。この牡蠣がまたたまらない。たっぷりだけ。なんか香り的には濃厚そうに感じる。うん。すごくちょうどいい。私はね、このぐらいの味付け。白トリュフがすごいいい香りなのかな。牡蠣もすごいけど。ウニとアオサの香りのペペロンチーノ、うん、ウニ、これちょっと炙ってある。そう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 、香ばしくなってる。ウニ食べるって赤ちゃんって小学校の頃さ、うん、自分で海潜って、うん、ウニを取って、うん、皮むいて、うん、食べた以来、うん、そうだよね、超天然。炙ってあるから美味しいんじゃない、香ばしくて。久しぶりにウニを食べました。美味しい。青さの香りもいいね。香りがいいね。うん、うん、気をつけて。ウニの香り、うん、どうですか、ペペロンチーノ。なんか海で、うん、スパゲティ食べてる感じ。意味わかんない。わかるよ。美味しい。美味しい。それでいいんですよ。すすっちゃってるよ。酔っ払ってるか。美味しい、うん、綺麗。たまにはいいでしょ、うん、なんかもうまだメインしてない。メインとデザートがあります。とドリンク。私先ドリンクノンアルコールいただいたので。ここところありますか。最高です。バルサミコソースです、うん、美味しそう、ね、お肉もすごく評判良かったんだよ。ナイフもよく切れる。うん、お酒に合う。ビールがあってよかったです。うまい、うん、okay、私は金目鯛のムニエル特製クリームソースです。美味しそう。高級食材だからね。うんね。とても素敵な還暦のプレートを作っていただきました。絵が書いてあって、ケーキの2つに真ん中を2つにカセシュ、うん、じゃあそのままで。どうですか。このね、
よかった。カシスすごいいいよね、香りが、うん、かぼちゃベイクとチーズタルト、美味しい。このねプレートをねサプライズでやりたくて、うん、最後の最後にこれをお店の人と相談してどういう風に入れるかとかそういうので作りました。完璧で、うん、すごいでしょこのプレートの豪華さ。だってこれ2人で食べるんだと思うけど私もちょっと いただいてしまいまして、ありがとうございます。あのおっしゃったじゃない、多分それ2人分だと思うんだけどね、美味しい。全部いただき終わりました。お昼にお酒を飲んだんでちょっと回ってると思います。還暦おめでとうございます。大満足で、よかったです、喜んでもらえて。でも全部美味しかったね、すごいボリューミーで満腹です。美味しかったです、おめでとうございます。還暦ありがとうございます、はい、健康で長生きしてください。はい、ごちそうさまでした。食べてきました。ごちそうさまでしたいや、ごちそうさまでした、美味しかったです。いや、もう腹八分だね。いや、美味しかったね。何食べても美味しかったでしょ。普段、竹谷さんあんまり手つけないものも全然美味しかったでしょ。サーモン食ってみて、そうでね、すごくリーズナブルなんです。とってもリーズナブルなのに本格的なお味で、しかもいろんな種類が楽しめるから、あ、今度これも食べたいなとかっていう、パスタも悩むほど選べるので悩みました。悩んだ瞬間今日もおすすめしちゃいました。とっても美味しかったです。すごくいいお店だよね。お店の雰囲気も、ね、雰囲気で落ち着けるし、こういうカーテンみたいな、名前カーテンじゃないかもしれないけど、こう下がってるから直接顔を合わせることもなく行けるし、で、こう選べるところがやっぱり良かったのね、うん、その日の気分で食べたいもの多少変わるのでを探して、で、前菜とかもすごく美味しそうだったから前菜にもして、で、パスタとかもすごい選べるでしょ。メインが来てデザート来るとき、ドルチェ来るときに、今回還暦だったので還暦のプレートを作ってくださるところでお店さんだったのでやっていただいて、すごい感動しました。私がなんかプレート素敵だったでしょ。で写真も撮ってくださって、あのプレートがねやってくださるなんて忙しい中、すごい細かい細工がしてあって、もちろんドルチェも美味しいんだけれど、あれが大変嬉しかったです。ありがとうございます。いかがでした？最高でしたスパークリングワインとかも美味しかったでしょ、うん、ね、食前酒じゃないけど良かったと思います。たまにはねお昼に飲むのもいいんじゃないでしょうか。ということで今日私がお願いします。ごちそうさまでした。ぜひ行ってみてください。本当素敵なお店です。あ、でも予約した方が確実だと思います。今日ももうお席いっぱいだそうなので予約されれば確実に行けますので、ぜひ気になる方は行ってみてはいかがでしょうか。行ってみてください。還暦おめでとう。ありがとう